パリ五輪、卓球女子団体、決勝、日本ゼロの3中国。10日、パリ南アリーナ、世界ランク2位の日本は、同1位の中国と対戦。0勝3敗で敗れ、2大会連続の銀メダルとなった。中国は5連覇を達成した。やはり、中国の壁は厚かった。第1試合は早田ひな、張本美和のダブルスであと一歩まで追い詰めながら逆転負け。平野美宇。 張本美和のシングルスも序盤は前線しながら敗れた。ストレートで敗れた日本の3選手に涙はなく、表彰式でも笑顔。メダル授与が終わると、中国の孫英佐から促され、表彰台の頂上でメダリスト3チーム一緒に記念撮影も行った。ライバルとはいえ、国際試合で試合を重ね、よく知る間柄。早田は孫英佐の頭の上についているゴミを取ってあげる場面も。 SNS では、微笑ましい、孫栄さんの頭についてゴミを取ってあげる早田、フレンドリーすぎる孫栄さ、こういう気遣いできるの素敵、早田ひなと孫栄さんの絡み尊いな、などの声が上がっている。